こんにちは。こんにちは。こんばんは。もうこのまま喋らないっていうのもありだよね。どう？ずっとこれ、この絵だけ。シュールすぎ？それ厳しい？ブルーライトにさ、パソコンの画面が映るんだよね。ほら、俺が今何のやつ見てるとかバレちゃう、バレちゃう。あーやばい、あーやばい、やばい、バレちゃう、バレちゃう。でせっかくブルーライトメガネ買ったからね、最初メガネかけないと。これ今これ多分これこの俺が今見てるこの携帯の画面のブルーライトもカットしてんでしょ。いや BGM じゃない、ゴキブリ見たことありますかって。見たことない。あー、ある。嘘ついた。そうだ、エッチーの見てます？見てねえよ、下げんな。 YouTube だ、 YouTube。 ね、先日僕5月27日誕生日だったんですけど、たくさんの、ほら映ってる、たくさんのお祝いコメントありがとうございました。ありがとうございましたね、ラジオも見に来てくれたり、聞いてくれたりしていただいてありがとうございました。本当は2月に、本当は5月27日のか26の11時半から12時半、夜のねにインスタライブやるか、27日インスタライブやろうと思った。これで多分止まんない。どう？止まってないっしょ。止まんないっしょ。今年白くまくん食べた？いや俺なんか毎年白くまくん食べるあれなの。ごめんね、止まってたの。多分これで止まんないはず。うん、あれ違う、パソコン開いてたのは BGM 流そうとしたんじゃなくて、今日の朝ツイッターでなんかこういうことやってほしいですみたいな、インスタライブであったら送ってくださいって言ったじゃないですか。つったって言ったら言い方悪いねって言ったじゃないですか。でそれを読もうかなと思って、読もうかなってか見ようかなと思ってツイッターを開こうとしてんだけど、好きなアイスはアイスの実。あ、そっか、
今日柳先輩の誕生日なんだ。おお、全然意識してなかった。おめでとうございます、柳先輩。はい、柳先輩おめでとうございます。今年もいい一年にしてください。タイピング早くないよ。タピタピしないのって何？ああ、タピオカか。焼き鳥は何が好きですか？俺結構ハツが好き。気持ちがこもってないって。いや、持ってるよ、柳先輩おめでとうって。でも、柳先輩が好きなのは俺じゃなくて赤谷。赤谷が柳先輩好きってか、慕ってる。ね、あれだから。前田龍太郎は別に柳先輩と。あれがないからね、つながりがないから。好きなお菓子、好きなお菓子はポテチです。今日の T シャツ、今日の T シャツがもらいもんだけど、ニャンバランス。いや、これくれた子ね、ニャンバランス、俺これなんかこういうブランドあんのかなと思ったの最初、ニャンバランスっていう。で、ああもう可愛いなと思って着るじゃん。そしたらね、どこだっけな、笑っちゃったよね、さすがに。さすがに笑っちゃったよね、多分これニャンバランスなんだけど、見てにゃんぴょん。さすがに笑っちゃったよね。おマジかと思った。やるやんと思ったもんね。今コメント読んでますからね、ちょっと待ってくださいよ。テニプリキャラで誰が好き？赤や。もう自分のキャラ好きでしょ。元気が出そうな顔をしてください。元気が出そうな顔。目の下のほくろどっち側にあるんですかって。これどっち側なんだろう。ここだよね。ここだから右だね。猫のポーズってなんだよ。え、これ何売ってんの？おい、前田くんがニャンっていう言葉言うの似合わんねって。余計なお世話だ。幸せバター味マジでうまいよ、ポテチ。俺のおすすめ。メガネはどこの？ジーンズ。ジーンズってところかな。ニャディダス。わかんない。ニャディダスがあるのかどうかわかんないけど。カエルね、カエル触れるよ。痛い痛い痛い。カエル触れるよ。プレゼント何が嬉しかったですか？全部はなしで、そんな角の立つことは言えません。ブルーライトメガネはジーンズです。氷帝のビジュアル今日公開されたけど見た？え、氷帝のビジュアルってさ、氷帝の人たちも
あのビジュアル新しくなってんの？性格とか見たけど、あれって評定の人もビジュアル新しくなってんの？いや、ゆうごくんのあのツイートマジ笑っちゃったよね。ゆうごくんには申し訳ないけど、みんなゆうごくんのツイート見て、俺リツイートしてるからマジ笑った本当に。ゆうごくんって地味になんかそういうのかわいそうなんだよね。無駄剣はいっつってる。あ、ごめん、ツイッター見てなかった。無駄剣がはいって言ってる。見に来いよ無駄剣マジで。じゃあお前言ったんだったらさ、え、めっちゃコメントしてくれてんじゃんみんな。ちょっと全然なかった、やばい、報告しないとって思って。でね、今みんなのコメント読んでるから。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございますね。はい、皆さんありがとうございますね。はい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 、すいませんね、いつもコメントありがとうございますね。あの、ありがとうございますね。今日青森行ってきたよ。ういいいね、やるじゃんやるじゃん。テニラビやってるの？テニラビね、前やってたんだけどね、赤い出ねえから消しちゃった。ムカついて出ねえじゃねえかよと思って。で、昨日、ちょうど昨日やったんよ。昨日、なんかわかんないけど、いや、テニラビなんか久しぶりにやろっかなって、まあ、インマイハート出てる時にやれって話なんだけど、久しぶりにやりたいなと思って、取り直したんよ、昨日。で、もう一回10連回して赤い出るかなと思ったけど、赤いのイベント、なんかこの間ハンバーガーのショップ店員みたいな服着てたやつ、やってたじゃん、赤いの。そのやつ欲しいなと思ったけど、そのイベント終わってんの見て切れてやめた。ふざけんなよと思って。うん、追ってねえじゃんと。これ今言ったのがなんか良くないかな。最近ハマってる、最近ハマってることってかね、食べ物にがオリーブで、最近ハマってるのはアニメ見たり漫画読んだり映画見るのにまた最近始まりだした、あ、はまりだした。評定も新しいんだ。あ、そっか、そうだ、日が新しくなってたわ、そういえば。皆さん見に行ってくださいね、ぜひ。評定 VS、 あ、声楽 VS 評定、イブくんが頑張ってるんでね。翼来ないと思うけどな。ゆるいって、そうなんです、ゆるいんですよ俺のインスタライブ。クソゆるいですから。ちょっと後で見ようかな、コメント。それよりもさっき俺がなんかお願いしますっつったやつのコメントも、すっごい前のコメント多分読んでるもん俺今。ハンバーガーの中140連したけど出なかったの？マジ？ガチャ？えぐいね。若者かよって。まあ、切れるってかね。あれよ。アニメってかね、最近読んだ漫画は、なんだっけ、ヒーローアカデミア。ヒーローアカデミアが面白いって聞いたから読んで、面白かったね。もう俺のツイートはどこにあんの？これか！違う、これみんなのツイートじゃないの？これ俺のツイート？おーい、なんだよ。頼むぜ。あれ？ないもうパソコンのツイッターの見方がわかんないよ。ホーム。どうやって見んだこれ、自分のサイト、サイトってかあれ。
レッドプール、デッドプールね。デッドプール面白いよ。結構えぐいけど。落ちこぼれカレッジ。へえ。実際ちゃんと見せたじゃん。ニャンバランス。猫好き、好きだよ。声が本当に赤いでって。アニメの赤いの声は森久保さんだよ。俺じゃないよ。滑らない話してとか、超め、俺そう、最近ね、滑らない話見てて、なんだっけな、見てて、いやもう、すごいなって思った。やっぱ話し方とかも面白いんだよね。すごい。爆豪っぽいって。いや、それはあれでしょ？俺の赤屋のイメージとかじゃないの？爆豪っぽいって。最近やってるゲームは何ですか？ PUBG っていうね、ゲームをやってるよ。芸人さんと結婚したい。あれ？今の滑らない話の。話？目悪いの？俺ちょっとね、最近ちょっと目が悪いんですよね。どうしたもんかと考えておるところでございます。そうなんよね、さ、ちょっと蚊が増えてくる時期だからちょっとね。前田くん、この前見に行った舞台どうだった？いや、面白かったよ。全部面白かった、本当に。いやでもね、もうちょうど終わっちゃったからね。ちょうど猫飼ったことある。実家で2匹飼ってた。クーラーつけてないです。頑張れるだけ裸眼で頑張った方がいい。あ、そうなんだ。おいで、釣れた。アメリー面白かったですよ、俺的には。あった、すげえ。40件もコメントしてくれてたね、みんな。コンタクトはしてない。この前テストので学年1位取ったよ。強えな。アメリ映画で、そう、アメリ映画で見てないから、見たいなとは思ってる。映画でも。銀河劇場広かったよ、結構。舞ちゃん眠そうねって。眠くはないけどね。緊張してんじゃない？あくびって緊張とか、疲れとか、いろいろあるらしいよ、出る理由。調べたんよ。あくび止まんねえなと思って。ビビアイズ一番好きだよ。ありがとうございます。すぐ鼻触る。いいじゃん。ダメなの？鼻触ったら。気がしてないよ、俺。鏡にしてってめちゃめちゃ好みじゃん、あなたの。あ、そう、ブルーライトカットメガネかけてっていうの結構多かったからさ、かけてる。それでかけてるわけじゃないんだけど。最近ずっとかけてる、マジで。鼻いじるの癖なのってなんだよ。前田くんは元気ですか？元気です。マジ？俺、ドリレーでリュウちゃんとハイタッチできたって喜んでるけど、俺鼻穴に指とか入れるから、もう手に鼻くそついてるかもしんないよ。人間ですかって。やば、人間だよ。
あ、そう、あと視聴者の人がなんか参加できる的な、よし、500名、視聴者の人が参加できる的な感じのね、やつあればいいなって思ったけど、俺に対する関する丸バツクイズとかさ、おもろいやって、まあでもそう、おもろいか、すいません、なんか。シュールすぎだろ、いつも見せやってるストレッチ見せてくださいって。1000人いけ。じゃあ俺に対する丸バツクイズいくよ。いきます。俺は男でしょう、女でしょう、あ、違うわ。俺は男ですか、丸かバツ。シンキングタイム、ゴー、4、3、2、1。あ、みんな丸って言ってるね。みんな丸って言って。はい、終了。はい、終了。投票ストップだよ。というわけで、正解は、丸でした。いやー、すごいですね。丸って言った人は合ってましたよ。すごいですね。勝ってんな、みんなよく。はい、というわけでね、短い時間でしたが、丸バツクイズやっていきましたけど、どうでしたか？楽しかったですか？おやすみなさいって言ってる人いる。おやすみなさい。今ね、コメント読んでます。ちょっとね、ゲスト出演に関してはもうちょっとさ、待って、俺これ本当にゆるゆくやって何の縛りもなくやってるからさ、意外とね、意外とめんどくさいんだよ、そういうのちゃんとやるってなったら。大会がある、何、部活かな、頑張ってね。夏ゆるゆる。でもね、ブルーライトメガネね、最近こうつけ始めて、あのね、すごいよ、結構いいよ、いい、急にブルーライトで感想を言い出すっていうね、唾飛んだ。明日テストなのか、マジけー、頑張ってね、テストファイティン。お、あ、ムトケンだ。ムトケンどこにいんの、え、ムトケンどこにいんの、おい、まあハート押してんじゃねえよ、ムトケン、この野郎、てめえ、てめえこの野郎、どこいんの、ムトケン、ムトケンいないじゃん、なんだなんだ、ハッタリかよ、ムトケン、この野郎げよ、ムトケンどこいんの、ちょっとコメント見つけ、あー、ハートにいただけか、コメントとかじゃないのか、あ、リュウちゃんって言ってる、ちょっと彼氏より前田くんが好きなんですけど、どうしたらいいって。それはダメだよ、よくない。でも好きとさ、その俺のこと好きと彼氏のこと好きは違うじゃんね。ゆうちゃん遊ぼうだって、ムトケンが、嫌だ、遊ばないよ、お前稽古中じゃん、稽古しろ。今日もヤクザですねって、やば。つばさ、おごろう、何してんだろうね。
遊ばないよ。遊んでないで稽古しろ。お絵描きか。もうお絵描きって別に俺を、うん、またひねくれてるとか。やば。卒業パーティー、あ、声楽のね、声楽の卒業パーティーね。いや、すごかったよ。楽しかったです。のぞきいなくなったじゃん。方言コーナーとかね。あ、方言コーナー、方言コーナーっつったって、わが方言喋ってんの聞いたって、何を教えたってよ。うん、わが方言喋ってんの聞いたって何を教えたってよ。まあ、でも面白いって言うんだら別にこれで話しちゃってばいいんだけどさ。難しいよね、方言って。どんだば方言。でもそれこそ三ツ矢さんと、そのあのね、あの藤井俊介役やってた三ツ矢さんが見に来てくださった時に、三ツ矢さんとこう急に俺が話しかけたんだけど、三ツ矢さんに、あ、すいませんっつって、三ツ矢さんですよねって。その時も三ツ矢さんが俺が青森って分かった瞬間にめっちゃ方言で話してくれてさ、めっちゃ優しかったな。あー、確かに。あ、そうだ、ラジオでね、この間ラジオに出た時に、そのイベント、どういうイベントをやりたいですかみたいな感じの話をした時に言ったんだけど、まあなんかできれば、まあ、わかんない、でもさ、なんかリアルに考え、え、翼来た、なんかリアルに、あ、こんばんは。話してたわ。お前やば、皆勤賞狙ってるんですかっていうレベルで来るじゃん。でもそのリアルでファンの、そのファンの人とそのお話、なんかそのイベントの時に、そう、イベントの時でね、ラジオの時にファンの人と、もう、まあ、一人できれば、まあ、中、まあ、長いか5分ぐらいかな、一人ずつ話せる時間を作りたいみたいなっていう話をしたんですよ。イベント、そういうイベントができたらいいなみたいな、なんですけど、現実的に考えたら、例えば人数制限するとか、だって例えばだよ、じゃあもし100人の方を呼びますってなったら、100人で5分でしょ、何分、100人で5分だと何分、500分とかだとして、じゃあ1人以外は495分待つとするじゃん。すごい待たなきゃいけなくなるわけでしょ、っていうのとか考えたら、ちょっとね、難しいなと思うけど、でもなんかそういう感じの30秒でいいよって短っ。だからなんか、まあそうだね、1分、まあ、ちゃんと話せるような時間。お、777、今人777来てんの。おい、翼どうした、翼コリー、翼解禁賞狙ってんだろコリー、日にち分けよ、なるほどね、5分は長いか、1分でいいの、1分なんてもう秒だよ。じゃあ今から1分でしょ、クソ超ちょっとだよ、クソ超ちょっとってすごい日本語じゃない、日本語の欠落が激しいよね。俺今からこのインスタライブ終わったら、あ、60秒彼氏とかやんないから、絶対やんない、60秒じゃねえ、俺今からこのインスタライブ終わったら DVD を返しに行くか迷ってんだよな、どう思う、 DVD 返しに行くか、その
ちょっとみんなの意見を仰ぎたいんだけど、これはね、何借りたかとかはいい、イケアって言うな、イケアって言うな、聞いて。5まで借りたの、10ぐらい、じゃあ、まあ10まであるとして5を借りた、何まであるか分かんないんだけど、まあ、5まで借りたんよ。で5を借りたアニメなんだけど、5を借りた以外にも2つ違う映画を2つ借りたので、まあ、この5の方はここまで見たんよ、5まで見たんよ、けど次6が気になっちゃうわけよ。6がね、6が気になっちゃうんだけど、でも2があるから、映画2本あるから、それも見なきゃいけないんだよ。それを今見る気分かどうかって言ったらまた微妙なところなわけでさ、どうすればいいと思う。いやでもな、もう遅いしな、めんどくさいしな、別に延滞にはならない、延滞には絶対ならない。寝よとかマジで進んだよ。いやめんどくせえな、明日とかにしよう、返しに行くの。いやそうだよね、俺もそっちだったんだよね。変態って何、変態じゃないでしょ別に。いやその他の見てるやつを返す気はないんだけど、ヨミちゃん危ないからって、お母さんかよ。明日の昼ご飯何がいいと思う？パスタ。なんだろうね、あと何かあったっけな、コメントで。パックつけながらはちょっときついな。あ、ユニバで買ったかぶり物をかぶるだって。ユニバで買ったかぶり物ってかぶっていいの？うん、そこにあんだけどさ、わかんないんだよね、いいのかどうかが。もういい、もういい、もういい。バースターにするわーって、オムライス食べたいって、自由か。一分のやつ何だったのかなって。いやそうだから、そういうイベントができたらいいなっていう話です。まあわかんない、ちょっと正直本当に実現するかどうかはわかんないんだけど、めっちゃ眠たい、寝たらよろしいがな。でもね、寝るって本当に素晴らしいことだよねって思う、私はそう思いますよ。実現できるように頑張ります。なんか大阪とかでもね、してる人とかいるよね、イベントとかね。トイレに行きたい、行け、トイレは行け、我慢するな。ゴールデンカムイめちゃめちゃ進めてくるじゃん。明日クラスマッチなんで頑張れ。クラスマッチが何か分からんけど頑張れ。お風呂出るタイミング、いやあとね、このインスタライブ15分以上あるから、20分ぐらいあるからね、20分使ってよ。まだ実現したらもうね、そういうそのお話とかできる機会が作れるイベントが実現したら、ぜひ皆さん来てください、お願いします。アクセサリー、あ、ね、アクセサリー紹介とかも何個かあったりしたんだよね。2個ぐらい、2、3個ぐらいあったから。パックはつけないな。あ、また丸バツクイズもね、2つぐらいあったんだよね。
レポート溜まってんだ。レポートってだるいよね。テスト勉強しろ。キューちゃんとタックマのトークショー、ジョジョは見たことないな。やめろ、前田くんのために働いてるのに前田くん貯金貯めてるよって、やめろ。リップいつもちゃんと見てますか？見てる見てる、リップはちゃんと読んでるよ。明日英語のテストなんですけど、単語わかんなくてやばいです。いや勉強しなよ。生きるモチベがねえって、生きるモチベがねえとか重すぎだろ。そんなマジかよ。今日ヤクザ強めだ。ヤクザじゃねっつの。鼻ほじって、成人男性が鼻ほじってんの見ておもろいか。沖縄行きたい、いってらっしゃい。はい、質問コーナーです。急にやってきました、質問コーナーです。めっちゃ睨んでください。翼いんのかな、翼とムトケンいんの。いや、俺の予想ムトケンはいない。ムトケンはね、すぐいなくなるんだよ。ちょっとね、あんまり質問あれに答えられなかったんですけど、方言コーナー丸抜クイズ、メガネ、ゲストとかも多かったからね。ちょっと指輪紹介も、今何食べたい？ちょっと待って、今ね、ちょっとお腹空いてんだよね、俺。なんか食べよっかな。ご飯結構食べる方。フッ、好きな炭水化物は、パン。行きたい場所はどこですか？特にないな、今。昨日見た夢、夢見てない。女子にしてほしい格好。似合う格好。どうやってセーフとか覚えます？反復練習。おー、すっごいごめんなさい、難易度高い言語が。おにぎり何個食べれる？状況とあれによるな、場合によるな。好きなアイスは、さっき言ったな、なんだっけ、アイスの実。翼はいるべ。新しいシャンプーいい感じです。誰かの方言映ったりしますか？あー、映るね。タカの方言とか映ったりする。方言ってか、タカちょっと日本語がおぼつかないんだけどさ。何時に寝る予定？いつも適当だな。リップ編企画してよ。リップ編考えます。部屋綺麗ですか？普通です。サーティーは何味が好き？あ、でもね、結構何でもフレーバー試します。小さい頃友達いましたか？いました。朝ごはんはパン派。まあ時と場合によるな。食べながら配信でもいいよ。いや、ちょっとそれはさすがにな。ラーメンは何味が好き？ラーメンは豚骨、醤油、あ、煮干し、煮干しラーメン、煮干し。ちぎりパン好きです。翼で、あ、翼じゃねえ、スタバでよく飲むと、よく飲むのはキャラメルマキアートかな。家から出ない日めちゃめちゃあります。カレーとオムライスどっちが好きですか？オムライス。学校行きたくない時の対処法は気合いですね。ピアス開けてる女子どうも、いいんじゃない別に。髪の毛ショートとロングどっちが好きですか？どっちも好きです。リップ返して考えます。お肌のケアは特にしていません。化粧水塗ってます。部屋に小さいおじさんがいますか？お、びっくりした。部屋に小さいおじさんがいますよって見えたからびっくりした、今。ふざけんなよ。
チーク菓子で、あ、俺チーク菓子ね。チーク菓子俺よく昔作ってたよ。チーク菓子って美味しいよね。あの、なんとも言えない感じが美味しいよね。はいはい、どんどんいきますよ。はい、どんどんいきますよ。ちょっと待ってくださいね。初対面の同い年に話かけるとき、どんな感じでいきますか？敬語かな、最初でも。嘘ついたかも。わからんな。でも、あ、どうも、みたいな感じだと思う。幼馴染、あ、どうも、あ、どうもっていう。幼馴染見ますか？いないな。あ、いる。春巻きはどこが、春巻きはどこが、どこのが好き？わからんな。優作ってかっこよくない？優作かっこいいね。最近泊まった家は、四条慎吾っていうワンピースタワーの人の家です。ほうじ茶ラテ飲んだ。飲みました。旅行行くならどこに行きたい？温泉。翼、スタバ。一緒だよ。翼とスタバ、陰踏んでるからね。たくまの真似して。いや、じゃあたくまの真似はさ、ちょっと難しいんだってばさ。危ねえな、だってばさ、つっちゃったよ。お風呂はシャワー派、つかる派、シャワー派。絶対に譲れないものって何ですか？命。たくまの真似、この前、やったよ、たくまの真似今。好きなお酒。酒はね、酒何飲むかな？ハイボールかな？でも、すごいリアルなこと言っちゃった。よく飲んでるのはハイボールです。コミュ障の直し方は分かんないな。でも、俺も仕事の人じゃなかったら、そんな仲良くならないよ。意外と。友達の友達とか普通に紹介、一般の友達に紹介されても、こいつ何々って言うんだって言われても、めっちゃ気まずいし、普通に。早く帰りたいと思う。オムライスに何書きますか？何も書きません。化粧水はね、なんかお酒のやつ使ってます。虫苦手ですか？まあ、虫によるけど大体苦手。世界が半分欲しいですか？お、なんか怖っ。何その支配しますかみたいな。怖いな。怖いの苦手ですか？怖いの苦手です。朝は強い方、クソ弱いです。可愛い、ありがとうございます。元ヤンですか？違います。お化け苦手。苦手。ツバチンいるじゃん。え、ツバチンいる？マジか。ニックネームってあった？ない。卵焼きは塩でも、お母さんは砂糖だった。好きな飲み物何ですか？好きな飲み物は最近オレンジジュースにハマってる。今年花火する？いや、多分しないな。今年寝る、今度寝る寝る寝る寝配信でき、マジか。ちょっとわからんな。それは約束ができません。人見知りめちゃめちゃします。なんて書いてんのこれ。ボディタッチ激しい。いや、そんな気はない。いや、みんなね、やる、言い過ぎ。何もしてないから、俺。うん。唾液どこから食べる？頭。年上と年下どっちだ？どっち話しやすい？いや、あんまり気にしないかな。どっちも一緒かな。祭りの屋台で好きなのはね、なんか、美味しい。甘い系のやつ食ってるところかな。嫌いな食べ物は特に今はないな。あー、ウニがちょっと苦手。つばさくんめっちゃハート送ってる。ありがとう、つばさ。最近食べた美味しいものは、いきなりステーキ。一人と二人どちら派、どっちでも、どっち派とかあるの？つばさの真似？りゅうちゃん。りゅうちゃん。りゅうちゃん。これが翼の真似。タカ君の真似。タカの真似はね、これタカの真似。タカの考えてる時の真似。タカの喋りのものまねちょっとできないな。カラオケはよく行きません。おはようポンズです。おはようポンズです。直樹の面白いところ。直樹の面白いところは難しい。5時間くれたら考えられます。学校ではうるさい方でしたか？いや、めちゃめちゃ静かだよね。サイレントお前だって呼ばれてたからね。あだ名あんのかいって、さっきあだ名ないって言ったのにあんのかいって。めっちゃ好きなんだけど。ありがとうございます。ペット飼うなら何がいい？トカゲ。カブトみたいです。ドンドンドン。壁だね、これ。間違えた。壁だ。夏は短パン、ハーパン履く？俺、ハーパンね、絶対履かないんだよね。ここ
は好き、まあまあ好き。反抗期ありました。反抗期ないね。ピースして、ピース。朝起きるのに強くなればするにはどうすればいいですか。もう人生が、明日起きなければ人生が終わるって思えばいいんじゃない。話し方がとっても好きだったんです。変顔かも。おはようポンズ浸透させたいですか。正直言っていい、そこまで浸透させたいと思ってないよね。お弁当に入れてほしいものは何でもいいな。目の大きさ何センチ測ったことありません。年上の女性は大丈夫ですか。大丈夫ですかってなんだよ。タカのモノマネしました。車の運転はしません。わかめは好きです。たこ焼きにキャベツ入れません。経験に行ったりしますか。行かないな。海派ですか山派ですか。山派かな。柔軟剤何使ってますか。なんだっけな、ちょっと覚えてないな。足何センチ。足は27センチ。お肉好きです。肉好きだね。いきなりステーキ何食べる。ワイルドステーキ。じゃあ50分までね、質問コーナー。明日会社で農会、農会って何？わかんない。何踊ればいいですかね。何踊ればいいんだろうね。実、あの、創作ダンスとかでいいんじゃない？嘘はつかないでください。なんかすっごい意味深刻。ウィンクして。耳ほじって。ねえ、でか。変顔見て元気出ました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、俺そんな、みんなモノマネモノマネ言うけど、別にモノマネ得意な人じゃないからね。後ろ、マジでやめろ。自転車乗りますか？乗んない。身長何センチ？身長170。なんだろう、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1メートル。超えてます。近すぎて怖い。離れよっか。明日仕事の人に言えるください。みんな明日の仕事閉まってきよ。頑張って。肉と魚ならどっち。肉。歌ってください。あー読むの疲れてきた。そんな疲れていませんけれども、何かバイクの音する。下やめろ。マジ怖いな。やめてくれよ、頼むからさ。お願いだよ。明日仕事行きたくない。頑張ってよ。仕事頑張ってよ。眠いの。おい、やめろ、マジで。本当に。おい、前田くんじゃない声聞こえたって何？なんかさ、そういう話してると寄ってくるみたいな、いや、あるじゃん、本当に。マジやめて。どうすんの？おい、やめろよ、お前。大変だよ、お前。オレンジジュース頭からかぶって、しばくぞ。いや後ろに誰もいないよ。後ろにいる人誰ですかって言ってるけど、誰もいないよ後ろ。何言ってんだよ。でも俺本校は出てたことあるからね。みんな見てね、本校は。俺お化け役で出てたから。しかも、はい、50分でーす。終わりでーす。はい、質問コーナー終わりでーす。はい、というわけでね、長いようで短いようで、長いようで短い、時間は、めぐるめくものですね。あと5分で終わってしまいます。というわけでね。やだじゃないよ。またやりますからね。好きです。ありがとうございます。お腹すいた。俺もなんか買いに行こうか迷うな。まあ、気分次第だな。いつの本校は結構前ってかね、なんかテレビじゃなくて劇場でしか公開されてないやつなんだけど、
もう一番怖かったもん俺も。買いに行かない、 DVD 貸しない。いやまあそうなんだよね、そこほんとそこ。毎回配信元気もらってます。はい、ごめん、いやもう半回答みたいなコメントするね。毎回配信元気もらってますって、わー嬉しいな、嬉しいよ。人をビビらせようとするコメントとは違いますね。後ろ誰かいるよとかさ、誰もいないから。あ怖い。矢田くん好き、元気出た、やっと、かわいいかわいい。ほらコンビニ行くときお化けいるかもとかさね、信じらんないよマジで。あそっか、月曜じゃん今日。マジ頑張ろうよ、みんなで乗り切ろうぜ。お腹が痛えってうんこしてこい。また配信します、見ててくださいね、見てくださいね皆さん。私も皆勤賞だから褒めて、皆勤賞おめでとう言え。さあ最後に翼がいるかどうかですね、チェックは。翼いるか。ゆうちゃん、一週間頑張れる、ありがとうね。おう、お疲れです。明日誕生日です。おめでとうございます、誕生日。明日仕事で大イベントあるんで頑張ります。お、頑張ってください。もう終わるの？もうちょい終わりますよ、もう終わりますよ。前田さん大好きです、ありがとうございます。楽しかった、また楽しみにしてるね。ういっす、つばちんチェック、楽しかったです、次の配信も楽しみにします。あざす、おうさま、楽しかったです。つばさんいないじゃん、月曜日にやるのもいいかもね、始めあの一週間始めのね。最後に頑張れ皆さん、頑張ってね。テスト頑張ります。テスト頑張ってください。というわけでね、ありがとうございました。なんかほんとあっという間だったな、今日も。みんなじゃあね。バイバーイ。あれ見てえな、あれ。嫌かもしんないけどさ、俺が切るまで切りたくないかもしんないけどさ、ここの俺のこの左上のさ、人数のところがさ、じゃあねって言ってどんどん減ってくのみてえな。ちょっとみんな切ってってよ、喋んなくなるから、不公平になっちゃうからね。みんなもういなくなってって、じゃあねバイバーイ。わかった。じゃあカメラ塞ぎますわ。じゃあねー。